こんにちは、堀です。今回はいつもと違う形で始まったんですけれども、今日お送りする内容は、私がこう普段出かけて撮影してきた模様をね、YouTube に上げる動画を制作する工程をね、ちょっと、お送りしようかなと思います。どこまでね、皆さん興味あるかちょっとわかんないんですけれども、ちょっとね、自分のためにもね、こういう動画ちょっと作ってみましたので、よろしければ最後までお付き合いお願いいたします。まず最初に行う作業なんですけども、まず帰ってきてから、こう今荷物ザックから出してるんですけども、これ出し終わったら、この時点でもうね、撮ってきた映像のねデータを全部ね、移動させます。これがね、やっぱり一番重要な作業になりまして、以前ここで失敗して撮ってきた画像を全部ねダメにしてあったことがあるんで、それ以来もうね、帰ってきてすぐデータの移動はねするようにしました。データは私カメラ何台か使ってるんですけども、カメラごとに日付と撮影場所をフォルダにまとめてね、保存するようにしております。保存先はもう初めから外付けのハードディスクの方へ保存をしています。私編集で使ってるソフト、ダヴィンチリゾルブっていうソフトを使ってるんですけども、このソフトで編集してると、保存先を変更するとちょっとね不具合が生じてしまうんで、もう初めから最終保存場所、外付けのハードディスクの方へ保存するようにしてます。いよいよ編集作業に入るんですけれども、一番先にやるのは写真の選別と現像になります。動画撮るようになってからだいぶね、撮影する枚数も減って、今回撮影してきたので150カットぐらいになるかな。以前はもう1日撮影してると、500とかそれ以上撮影してたんですけども、動画撮るようになってだいぶ数減ってきたかな。ここで選別をして現像までしてしまいます。写真のデータはすべてローで撮影しております。たまにカメラの機能を使うと JPEG でしか保存できないのがあるんで、そういう時はねしょうがないんですけども、基本ローで撮影して、でここで編集をして JPEG で書き出します。使っているソフトはカメラメーカーで出している無料のソフトになります。でオリンパスの方はワークスペースっていうソフトと、ニコンの方は NX スタジオっていうソフトを使うようにしてるんですけども、私使ってる環境だとオリンパスのワークスペースっていうソフト難があってちょっとね使いづらいんですけれども、なんとかねこのソフトを使ってオリンパスの方も編集しています。写真編集する方はね、結構使ってる方多いと思うんですけども、 Adobe のソフト私も使ってみたいんですけどもね、今のところこの純正ソフトでねちょっとね頑張って作業しています。ではいよいよ、動画の方の編集なんですけども、動画編集に使っているのは、先ほどもちょっと話したんですけども、ダヴィンチリゾルブっていうねソフトを使ってます。これも無料で使えるんですけども、このねダヴィンチリゾルブ結構ね無料だっつってもねかなり、使える範囲が多くて、私なんかが使う分にはね十分すぎるぐらいのね、機能がついて、それをね無料で使わせてもらえるっていうことはね、とてもいいソフトだと思います。私このダヴィンチリゾルブを使うようになって1年ちょっとぐらいになるかな。ほぼね独学でやってるんですけども、分かんないところはこう動画を見てね勉強しながらやってるんですけれども、結構ねやっぱり有名なソフトだけあって、いろんなね、解説動画あるんで、それを見ながらねちょっと編集やってます。まずはこのダヴィンチリゾルブの方へ撮ってきた素材をどんどんねこうアップしていくんですけれども、基本的に撮ってくる素材っていうのはね結構ねいっぱい撮ってきてるんで、この中からどんどん選別をしてカットしてこう並べていくっていう作業をね繰り返します。注意してるところっていうと、広い風景を入れた後にはこう細かい風景、近い風景をね入れるようにしています。この時後で写真を挿入するんで、どこに写真を入れるかっていうのをねちょっと考えながら作業を進めています。写真の方は写真の編集ソフトの方で画像をね編集して、でもう
JPEG に変換をしてこちらにね持ってくるようにしてます。このカット割りで並べる作業っていうのはね、案外簡単にできる作業なんですよね。で、この作業がね、大体終わると写真の挿入になります。で、写真の挿入はこのダヴィンチレゾルブの方で、大きさをちょっとね動かしてみたり、シャッター音をつけてみたりしてね編集をちょっとねします。ざっくりカット割りができたら、ここで BGM をね挿入します。私使ってる BGM はフリー BGM って言って無料の、アプリからねダウンロードしてるんですけども、一つがドバシンドロームっていうねソフトなんですけども、これもね無料で使わせてもらってます。それからもう一つ YouTube の中の YouTube オーディオライブラリーっていうところからね、使わせてもらってます。ここもまた有料のね、音楽サイトあるんですけども、まだ私なんかがね有料を使うっていうのはちょっとね、まだまだ先かなと思いますんで、今のところもやっぱりね、無料のソフトを使ってこう編集をね楽しんでおります。ゆくゆくはやっぱりね有料のソフトを使ってみたいんですけどもね、まだ先になりそうです。動画制作ではやっぱりこの辺が一番手間取りますかね。やっぱり BGM に合わせてカット割りを変えてみたり、強弱を合わせてみたりする工程がちょっとねやっぱり大変かなと思います。で、ここでトランジションをかけたりしてちょっとね映像に演出を加えていきます。またたまにするんですけれども、カラーグレーディングって色味をちょっとね合わせるようにしてます。複数のカメラで撮影してるとたまにね色味が違うことがあるんで、それをねちょっと調整していきます。またこのダヴィンチレゾルブではもう少しね上級な機能もね使えるようになってまして、フュージョンっていう機能があるんですけども、ちょっとね難しいんで私はねあまり使わないです。今回編集している動画には現場でリポートをね入れてない動画になるんで、今映像を見ながらこう自宅でナレーションをちょっとね入れてるところなんですけども、現場でナレーションを入れるのはね臨場感あっていいんですけども、こうやって映像を見ながらナレーションを入れるっていうのもなかなか面白い作業になります。今制作している動画はナレーションベースになりますので、今回はねテロップ少なめっていうことで制作しております。大体いつもそうなんですけども、こうナレーションを入れてるときはナレーションが終われば大体終了ってことで、あとテロップなんかもねテロップ入れれば、大体終了っていうことになります。で、最終的に通しでね何回かちょっと確認するんですけども、この確認の段階でねよくあるんですけども、字を間違ってたりね、することがあるんでそこで最終確認ということでね、今ね確認してるところです。ここでね確認ができたら、いよいよね書き出して YouTube の方にねアップするんですけども、書き出しは 4K で、書き出しております。結構私の動画ってテレビで見る方がなんかね多いようなので 4K で書き出しするようにしてます。で、 YouTube の方にアップするのも結構ね時間がかかるんで、その間にサムネイルを作ったり、概要欄のコメントをねちょっと打ち込んで、作業してます。気づいた方もいるかもしれませんが、着ている服が変わってたんですけども、やはり編集してると1日ではなかなか作業が終わらないので、やはり今回の動画も4日ぐらいかけて制作しました。時間のある時にちょこちょここう編集してるんですけども、なかなかこう勢いよくね1日で作るっていうのはね難しいんで、ちょこちょこと編集をね楽しんでおります。いかがだったでしょうか。今回は簡単に編集の手順などをお送りしましたが、撮影に編集こうやってね楽しんで作業しております。いつもは山歩きの模様や風景写真を動画にしてゆるーく上げていますので、コメントまたチャンネル登録していただけると作る励みにもなりますので、よろしくお願いいたします。それでは今回の動画ここで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。それではまた、さよなら。